インプラントの年齢制限についてということですが、上よりも下の方、いわゆる幼児について何歳ぐらいでできるのかといったところが問題になってきます。成長発育が終わっていること方が望ましいため、骨の年齢が大人になっていれば問題はありません。つまり女性で言えば12歳、男性で言えば15歳以降と思ってください。上の方の年齢制限はなく、80歳以上の方の手術も担当させていただくことがあります。ただし血管収縮剤の入った麻酔の量をできるだけ減らしていきたいと思っていますので、鎮静などを併用させていただき、手術侵襲を減らすように心がけています。インプラントは何歳でも行える手術ですので、そういった面では安心して治療を受けてください。本日は以上です。